スタジオリバーサイド。はい、こんばんは、ギタリストの竹下敦です。先日ね、購入したこちらのブルガリアのギターなんですが、結構ねネックが反ってるんですよ。このギターの場合って、ほとんどのギターの場合は順反りっていうね、ネックがこういう風に見た時こういう風に反ってるんです。でね、このギター結構反っててどうしようかなと思ったんですが、まずはね置き方を工夫してみました。普通ねこういうスタンドに対してこういう風に置くんですけど、これ置き方をねこういう風に逆さに置いて、でしばらく放置していました。したらね、結構ねこれ治るんですよね。結構治ってきてる。で、あとちょっと強引なんですけど、これヘッドのとこ持ってね、ボディと一緒にねこうやってグイッ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 ってやってやるんですよ。これだけでね、ちょっと今チューニング打ってるんだけど、最初からね、最初からベストのギターって、まあ、めったにないっすよ。てか 100% ないって言ってもいいかな。木なんで、ブルガリアからやってきてね、結構な時間弾かれないでこのお店にいたわけですよ。なんで基本的にポーンってやった時にこうボディはね、ボディはもう鳴るようにもう作られてるんですけど、やっぱり弾いてる側として何がね一番伝わってくると、あ、ギターが鳴り始めたかなと思うかっていうとね、ネックなんですよね。ネック、このギターまだやっぱりボディは鳴ってるんですけど、やっぱネックが鳴らないんですよ。ネックに振動が伝わってこないから、弾いててこう弾いてる感がないんです。ネックが硬いなっていう感じなんですね。多分そのブルガリアのギターの作り方の思想として、ここにジョイントが入ってるんですけどね、結構、まあ、ここがコマみたいになっててネックが独立してるんですよね。だから多分なんだろう、長い間ね、長年弾くことありきで作られてるんじゃないかなと思うんですよね。で、スペインのギターとブルガリアとどっち買おうかなと思って悩んだんですけど、結構スペインのギターっていうのは流通してるんですよ、普通に。ブルガリアのギターってなかなか聞いたことがないし、手にすることもないし、これ何年か弾いてみたら面白いなと思って購入しました。で、ソリもね、多分これ計算されてるんだろうなと思って、すごく昔からギター作ってる国なんで、そんなにバカな人たちが作ってるわけじゃないわけですよ。なんでね、最初手にして弾いた時はこんなに反っちゃってて、これ直んないってか、直すのに結構お金かかるしどうしようかなと思っちゃったんですけど、かといってね、これ手放しちゃって他の人のところ行っても、あ、これちょっとね、クソってるからダメじゃんで終わっちゃう可能性が高いなと思って、それもちょっとかわいそうだなと思って、今こうグイグイってね、こうグイグイってストレッチしてしたり、この逆に置いたりとかね、こうやって置いたりとかして、こう一緒にこう運動してる感じで、そしてなんとなくこう上の方の今全然鳴らないじゃないですか。でもね、オクターブチューニングはね合ってるんで、やっぱり自分が手にして弾いてみた時の、あ、このギターはなんとなくいいなっていう感覚は合ってるんです。ただやっぱりまだ鳴らない、全然。なんでね、
ちょっと色も気に入ってるし、こうしましまもね気に入ってるんで、ちょっとネックが鳴るまでね使い込んでいこうかなと思って。この辺のね作り込みもね見えるかな、このねネックとねジョイントしてある部分のこの辺なんかはね工芸品として結構美しいんですよね。よくできてると思います。だからこのネックがね指板がこう振動してくる、できたら結構いい音するんじゃないかなと思って楽しみにしてます。はい、日々こういう感じでちょっとグイ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 、あんまり真似しないでください。できる限りあのお店のねお店に必ずあの優秀なリペアマンの方がいらっしゃるんで、お店に持っていけばあの親切に、調整してくれると思います。私は結構黒沢楽器が好きなんで、楽器を買うときは黒沢楽器さんで買ってます。もうちょっと弾いてもう一回弦交換するぐらいになったらちょっと黒沢楽器さんに見てもらおうかなと思ってます。とっても気に入ってます。ブルガリアのギターですね。名前はまだ覚えられません、難しくて。はい、竹下敦史でした。それではまた。